久保さん、まあ、やっぱりお金なかったら、今の大和君はいなかったでしょうね <laughs>。まあ、あの、お金に対してねー、どう捉えるかですよね。だから久保さんはお金を稼ぐイコール、何か人に価値を与えている、人のためになっているという受信力ですよね。だけど、お金お金って言うと、なんだこいつお金の亡者かみたいなね。 っていう捉え方もあるだろうし、だからお金、お金、お金っていう,こう、これをどう捉えるかですよね。愛してます、愛してます、愛してますって捉えるのか、うぜえ、うぜえって捉えるのか、こう面白いですよね。だからその言葉によってどういう意味付けがされて、その人にとって意味付けがされていて、どういう解釈はされているのかっていう。例えば、あのよくある言葉として、 まあ失敗は成功のもととかね。じゃあ、それに対して、確かに失敗必要だよねと。よし、俺失敗して、して、これチャンスに変えられるやんって、その失敗をそう捉える人もいるだろうし、失敗は失敗なんだから失敗なんかしたくねって捉える人もいるだろうし、同じ言葉、同じ言語だけども、捉え方によっては全然変わってしまうっていうね。変わってしまうから、その先の行動も変わってしまうってことですね。うん。だから、 まあ言葉に対してどういう意味付けをするのかっていうのがその後の結果にすごく出るんじゃないかなってこれはまあ僕いろんな本を読んできて思うことがやっぱその本を書いている成功している、まあ、人たちの言葉の使い方が結構表面上でね取り上げられるわけなんですよ。 だけど、その言葉にその人がどういう意味付けをしているのかっていうのが実は本質で、めちゃめちゃ大事なのかなと思いますね。うーん。だ結局、捉え方、意味、意味付けの、意味、言葉に対しての意味付けっていうのが大事なのかなっていう。うまあ例えば、人生生きてれば丸儲けっていう言葉に対してどういう意味付けを自分がするのかとかね。うーん。生きてたって意味ねえよ。 っていう意味付けをするのか確かに生きてるだけで丸儲けだよねって意味付けできるのか,かこれがね結構深い部分ですねうん人間というのは言葉言語に対してこう考えるっていう力があってじゃあその力を最大限に活かすためにはどういう意味付けするかっていうところが全てなのかなと思いますねその現象に対して起こってしまった現象だったり言葉に対してねうん まあそんな感じでタイトルどうしようかな。言葉の意味付けにしましょうか。いってらっしゃい。